なんなん今日はゲームとかするっていう理想のプロポーズがめっちゃ出てるな、今週。なんだなんだ、なんで理想のプロポーズ、なんのノリ、これ女子生がツイキャスで話したら恋バナをなんかそれはする側、される側理想のプロポーズする側なのかな、僕の話がされる側なのかする側なんじゃない。で、だったら、うんうん、されたいわ。されたくない、プロポーズは。あ、でも俺も叶えくんだろうな、した方がいいんだろうなって思う。そんな側がある。時間が経ったら自分ですると思うけど、うんうん、そのまではしてくれないかなって期待ちょっとある。めちゃめちゃわかる、うん、めちゃめちゃわかる、めちゃめちゃわかる。そっち側だな。まあ今は割と多いじゃん、男性が女性にプロポーズするって。まあなんか様式美じゃないけど、そういうのがあるからこそ、そっちからするぐらい一緒にいたいんだって思う、うん。じゃあケンモスさんは、あ、確かに。何月何日付き合って 何年目。細かくないもんけだけどういう日、天気は。あ、冬、夏、秋、めちゃめちゃ必要よ。四季折々教えてよ。どうだろう、なんだろう。当時いくつ。あ、付き合って何年目。うるせえな特にないけど、夜に部屋とかなのかな。夜に部屋。あー、ごめんなさい。今みんな、うん、みんな想像して夜に部屋、ね、目つぶってみんな、まあ、誰の部屋。相手、自分、自分で別の部屋。いや、なんか、結婚前だったら同棲してんのか。あ、なるほどね。もうやめよう。どうでもいいよ。おいおいおい、逃げんのかよ。いや、ちょっと、おいおい、チャリ乗るぞ、マジで。付き合ってなんだよ、それは。違う違う違う。逃げすぎだな、あんた。ガッくん、ガッくん。理想の告白の仕方ですか、うん、まずパチンコで当てて。パチンコで当てて、10秒間。音量がね。あ、そうね、あ、そうね、一番盛り上がりすぎない。パチンコで指輪買うの、ね、あの景品交換に指輪が5万円分のやつがあるわけですよ。それを買ってあのちょっといつもあのお金出してもらってるけど、今回は俺が指輪買ったからって言って渡して、今後も紐にならせてくれるやっぱそうですね、理想のところは。理想だ、理想。そんなこと言うと思わなかったけど、行かれてるでしょおい、そういうの、そういうの俺の理想なの。あのこと言わないでよ。ない、いや、よくないわ、今の。くずはくんも、ガッくんも、エンタメに逃げたじゃん。え、いや、なんか、くずキャラ、パチンコの流れに逃げたじゃん。本気じゃないじゃん。セクサは、それはちゃんと、まあ、原付きまで行くわ、ほんとに。原付きじゃないんだ。チャリの二人乗りはあれだから。逃げんの。何、原付きで原付きで逃げんの。ごめん、二人乗りダメだから帰るわ。繋がっちゃうじゃん、何しに来たんだ、俺。引き玉すぐなんて、もちろん聞きたいっす。まず、だからさっきの続きだったら、付き合って何年、人の批判する前にまず付き合って何年目で同棲するか。付き合って、うん、まあ、4年くらいですかね。経ちました、同棲します、同棲して何年で、ね、プロポーズ。同棲してますね。はいはい。あ、でもやっぱりホテルのような気がした。まあ、ディナーね。そうそうそう。夜景の見えるやつ。夜景の見えるやつ。あ、いいね。で、部屋に戻り。うん。で、でもなんか、そんな特別感のドカンじゃなくていい気がする。特別な場所、特別な、なんかセッティングではあるけど、うん、こっちの行く感じは普通に行きたい感じはある。サプライズに近いと。あ、いや、違う、誰お前が間違えたと思いますなんて言って言い渡すの。うんうん